マリー・フォン・ビュルテンベルクは、ドイツ・ビュルテンベルク王国の王族で、ザクセン・コーブルク・ゴータコエルンスト一世の2番目の、妻。全名は、アントイネッテ・フリーデリケ・アウグステ・マリー・アンナ。ビュルテンベルクをフリードリヒ一世の、弟アレクサンダーと、その妻で、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト公、フランスの娘アントイネッテの間の第一子、長女として生まれた。幼児期は、 バイロイトのファンタジー宮殿に暮らしたが、父が、ロシア軍に勤務するようになったため家族で、ロシア帝国領に移住し、ミタウト・サンクト・ペテルブルクの邸宅を行き来しながら、育った。1832年12月23日に、コーブルクにおいて、母の実弟で15歳年上の、ザクセン・コーブルク豪宅をエルンスと一世と結婚した。披露宴は、エーレンブルク城で執り行われた。 この結婚は1831年に死去した、マリーの祖母アウグステが、マリーを粘り強く説得して成立させたものであった。この結婚により、エルンスト一世が、センサイルイーゼとの間に設けた二人の息子、エルンストとアルベルトとは、重視定でありかつ、義理の母子関係となった。マリーは、非常に洗練された女性で、文学、 音楽、演劇や芸術に幅広い関心を持っていた。1840年に新築された、コーブルック宮廷劇場は、夫エルンスト一世からマリーへの41歳の誕生日プレゼントであった。作曲家、フランツリストも1842年より何度か、マリーの宮廷を訪れている。マリーは、公爵夫人としては珍しく、宮廷の重木や召使いたちの面倒も、 自分で見た。1836年には、豪太に設立された女子のための教育施設、マリー学院の講演者となった。1844年に、夫と死別し、家父財産として譲られたラインハルトブルン城、フリードリヒスタール城、フリーデンシュタイン城で暮らした。1860年に死去し、コーブルクにあるグロッケンベルク墓地内の、公爵カレー病に埋葬された。 ありがとうございます。